徐々に右にお願いします。さあ、それでは嬉しかった。もうすぐメールしたんですけど、本当にありがとう、先輩ママとしていろいろ教えてって言われたんですけど、いやでもきっといろんな調べたりとかいろいろみんなに聞いて、きっといろんな情報持ってると思うな、何気に知らないこととかをがあれば教えていきたいな、教えられたらなと思いますけど。今でも結構連絡は取り合ってるんですか？そう、頻繁ではないですけど、本当全然タイミングが合うときに取り合って、また今度会おうねとか言ったりしますし、じゃあまた妊娠中とかお会いすることも、まあ、約束しましたけど、でも新米ママでアドバイス、とりあえず今マタニティライフを楽しんでほしいですね。もうその瞬間だけなので、はい、やっぱママになって2年になりますけど、はい、そうですね、なんか子供と共に成長してるって感じで、またいろんな発見ありますし、しっかりしなきゃだって、一歩ずつちゃんと確実にいかなきゃだって思います。リアさん、昨日お誕生日、ありがとうございます。どんな風に過ごされました？昨日はですね、前日からディズニーランドの方に行って泊まって当日を迎えました。初めてそういうバースデーディズニーみたいな、それはご家族というか、はい、妹家族と私の家族と一緒に旦那さんたちがサプライズしてくれて、そうですね、やっぱり子供の笑顔が見れるっていうのがやっぱり何より、私も大丈夫だけど子供の笑顔が見れてやっぱりハッピーになって、すごい癒されました私が。